こんにちは、あかねです。今日はレブロンのクリスタルオーラコレクションをご紹介していきたいと思います。久しぶりに韓国のコスメ以外での購入品紹介になるんですけれども、私はいつもねファッションスナップ .com の LINE を購読してるんですけど、少し前にレブロンのこんなのが出るよっていうのが届いた時に絶対欲しいと思ってスケジュール帳にレブロンの発売日とかも書いて、で楽天で購入しました。そう、店頭に行かないとないのかなって思ったんですけど、今は便利な時代ですね、本当に。で、購入したものはこちらになります。かなり厳選したんですけど結構買っちゃいましたね。しかもほとんどがリップです。このねクリスタルオーラコレクションはなんといってももうパッケージが好みです。パッケージから可愛い。この日はネイルもラベンダーです。なんかレブロンって結構宇宙をコンセプトにしたような化粧品とかも出していて、学生時代はすごく使ったんですけど大人になってからあんまり使ってなくって、でもなんかこういうオーラコレクションとかその宇宙のコレクションとかそういうのねすごい大好きなので、ここぞとばかりに買ってみました。で実際に使用感をレビューしていきたいと思います。まずご紹介していくのがグロージェリーの002番です。ジェルに溶け込んだ小さなパールが上品なツヤを作るハイライターです。触った感じがすごくプルプルしているので不思議な感触です。で肌にのせるとスーッとなじむので使いやすそうだなと思いました。で極小パールが入ってるそうなんですけれども、ラメも他のハイライターに比べて結構大きめなのでツヤを出したい時にすごくいいなと思いました。でもかなりツヤっとするので普段使いよりかはお出かけの時により使いたいなと思いました。ビフォーアフターはこんな感じです。1回でかなりツヤが出ますね。反対側も塗っていきます。私が購入したのは002番で少しゴールドがかったオフホワイトのようなお色なんですけど、1番の方はちょっと白浮きしちゃうかなと思って、私の肌にはこちらの色が合ってたのでこっちで良かったなと思いました。これから唇の上の方にも塗っていきます。ちょっとラメが大きめなので最初ちょっとつけすぎちゃいましたね。指で取った後にティッシュで1回オフしてから唇の上の部分にのせるとちょうど良かったかなと思います。指に残った分量を使ってで顎の方にもうっすら塗ってみました。ラメが大きいので鼻筋に塗るとちょっとテカリっぽくなっちゃうかなと思ったので今回は3箇所だけハイライトを置きました。普段使いよりもお出かけの際におすすめってさっき言ったんですけれども、私も来月友達の結婚式があるのでその時に使おうかなと思ってます。それからレブロンパティパウダーアイビームの004番、スリーピングスペルを購入しました。購入する際に写真で見た感じだともう少しラベンダーっぽい感じなのかなと思ったんですけど、ベースは深めのピンクゴールドのようなお色でラベンダー色の細かいラメが入ってますね。で見た目よりも肌にのせた時にすごく薄付きなので、このハイライト先ほどのハイライトに比べるとちょっと控えめなラメかなっていう感じがします。重ねていくとどんどんお色も深くなるのでその日の気分だったりお洋服に合わせて強弱をつけて楽しみたいなと思います。実際につけてみると見た目よりも薄付きなのがすごく意外でした。筆で取るとさらにふわっとつくので最初アイフォール全体はブラシを使って塗っていって二重まぶたの線に合わせて指でちょっと濃いめにつけてグラデーションっぽくしてみました。それからリキッドアロイアイシャドウ003番です。商品説明にはスーッと肌になじむリキッドに星を散りばめたようなグリッターをプラスって書いてありますね。思ったよりも水分量が多いかなという感じがするので最後に手でなじませる方がいいかなと思います。そうすると水分も程よくお肌になじんでくれるのでよれにくそうだなと思います。まぶたの二重幅に収まるように指でなじませてフィットさせていきます。最初に塗ったパティパウダーアイビームとの相性もすっごく良くって
アイシャドウのラメをさらに強調するようなお色でしたね。なので普段使いはアイシャドウ一つで、お出かけの時にこのリキッドをプラスしていきたいなと思います。はい、でここからは全てリップになるんですけど、本当にねこの写真を見て絶対に買おうと思ったリップがこの2つになるんですけど、このなんか鉛筆みたいになってて、クレヨンっていうのかな、なんかこの感じとかこの色味とかもすごい好きで、このラベンダー好きにはたまらない色味をしてますね。これも描くようによっていろんな色に見えるような不思議なお色です。ピンククォーツクリスタルがいつもと違う華やかな輝きをオンって書いてあります。このリップのカットも宝石みたいにカットされてて、なんか使って削れてしまうのがもったいないなって思います。実際につけてみるとリップっていうよりかはアイシャドウピグメントのような大きめなラメですね。これは完全に見た目で購入したので、どういう風に使うかは全然想像しないで買っちゃったんですけど、実際にリップに塗ってみたいと思います。これが何とも言えないラメでちょっと私の塗り方が悪かったのかもしれないんですけど、なんか微妙でしたちょっとこの後紹介するリップグローオイルをベースに塗って重ね塗りをしてみたんですけど、お化粧したてはすごくいいんですけど、落ちてきた時にラメだけ唇に残るのでちょっと微妙かなと思います。ラメが大きいんですよね。なので私はここでひらめきました。ハイライトに使います。最初にご紹介したハイライトとチークの間のお色を埋めるのにぴったりでした。はい、そしてご紹介するのがグローリップオイルの003番です。うるっとつやめく滑らかリップオイル。オイルならではのシアーな発色と滑らかなツヤでプルプルリップに。単色使いでもお気に入りのリップに重ね塗りも自由自在って書いてありますね。こちらがネットで見たお色だとかなり紫、ラベンダーというよりかは本当に濃い紫のお色かなと思って買ったんですけど、実際はもうちょっとピンクが強くて、これはねすごくいい色だったんです。オイルが入っているので保湿の面でもすごく良さそうだし、何よりも発色がちゃんとあるのが好きなポイントです。なんか海外のクッキーのような香りがします。もっと奇抜なお色なのかなと思ったんですけど、これは普段にもかなり使えますね。それから最後にご紹介するのがリップグロージェリーです。ブラシがすごく面白くて、マニキュアの先っちょみたいになっていてかなり塗りやすいです。テクスチャーの方もクリーミーなのにすごく滑らかなんです。実際に塗ってみるとここでもまたっていう感じなんですよね。なんでだろう、私が似合わないだけだと思うんですけど、私が塗るとより顔色が悪く見えてしまうので、やっぱりベースに先ほどのリップオイルを塗った後に唇にハイライトを作るように使うとかなり立体的な仕上がりになるので、私のような肌のお色の方にはこういった使い方がおすすめです。そしてお色違いの001番です。こちらはさっき塗ったお色よりももっと白に近いお色なので、こちらももう最初から唇のハイライトとして使っていこうと思います。最初にリップオイルを塗った後に下唇の真ん中ら辺と上唇の山の両サイドに塗っていきます。こんな感じでレブロンのオーラコレクションのレビューいかがだったでしょうか。お値段が全部1000円台なので比較的お手頃ですし、限定品という言葉につい釣られてしまいましたね。はい、ではそんな感じで私もラベンダー好きだよっていう方、グッドボタンぜひよろしくお願いします。それから、韓国のこともアップしていくんですけど、こういった日本でも買える限定品だったりそういったものもご紹介していきたいと思っているので、よろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。で、前回の動画からコメント欄がオンになりました。あかねさんこれきっと好きだと思うよっていうおすすめのコスメがあったら教えてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。